浅田夢子は、サンテレビのアナウンサー。大阪府堺市出身。中学校、高校を通じて、放送部に所属。NHK 杯全国高等学校、放送コンテストに出場し東海ラジオの、高校ラジオ作品コンクールアナウンス部門で、優秀賞。向こう側女子、大学生活環境学部情報メディア学科に、進学後、西日本電信電話の CM を制作し、 NTT 西日本賞受賞。大学時代は、聖アカデミーでアナウンスを学び、テレビ大阪のうちは娘、福娘として奉仕。大学卒業後 NHK 札幌放送局を経て、アナウンサーとして、福井テレビン放送へ。情報番組、おかえりなさいの MC、中継、福井テレビライブニュースでは、記者として取材やリポートを担当。2020年4月、 サンテレビジョンに遺跡。AB プロフィール浅田夢子の夢物語2020年6月13日閲覧。AB サンテレビはじめまして浅田夢子です。浅田夢子の夢物語2020年6月13日閲覧。4時キャッチ出演者サンテレビ2020年6月13日閲覧。ありがとうございます。